はい、それでは続きまして、まあ、次のこちらの動画では V3 の健全性の確認方法というのをご紹介したいなというふうに思っております。はい、で、まあ、V3 の健全性チェックというふうに言いましたけども、まあ、堅苦しい表現を使いましたが、まあ、障害が起きてないかどうかというふうに、まあ、考えていただいてもいいと思います。でご覧いただきますと、まあ、すでにこういくつか黄色い、まあ、びっくりマークもついておりまして、ああまさにこういう感じかと。で、まあ、よく聞かれるご質問でですね、多いのはその V3 っていうこちらのストレージについて、まあ、障害が起きてるかどうかってどういうふうに確認するのと。まあ、特にブロックストレージとかをですね、今まで使ってきた人からすると、ストレージの場合だと固有の管理インターフェースとかねありますけれども、そういうものあるんですかっていうご質問をもらいますけど、まあそれは VSphere クライアントの中にもすでに内包されてますよという話になります。じゃあちょっと見ていきますけど、まあ、障害が起きてるかどうかっていう意味で言うと、この VSphere クライアントで今見てるこの画面ですね、まあ、こちらの方が、もう示している通り、こういうところで何かユーザー管理者の方で確認必要だよという問題があれば、はい、こうね出てきてくれます。はい、まあ、今もですね、まあ、ちょっと、ここのステータスっていうのはちょくちょく変わっていたりしますけれども、はい、それでは、まあ、じゃあこれどうしていくのかというのを見ていきたいと思います。まあ、基本的に管理者の方ここで問題が起きてるかどうかっていうのを、まあ、まずは概要レベルで確認していただいて、詳細に見ていく部分としましてはクラスターのモニターに行っていただいて、まあ、これ V3 に限った話じゃないですけれども、まあ、このオールイシューズの箇所をご覧いただきますと、現在発生している、まあ、このアラームですね、確認することができますと。はい、まあ、これは普通の VSphere の時にも使ってきた監視手法だと思います。はい、もちろんメールで通知するとかということもできます。で V3 ならではという箇所でお話ししていきますと、この V3 という箇所のこのモニタータブの V3 のスカイランヘルスっていう箇所に行っていただきますとですね、まあ、このようにまあダッシュボードのような形で V3 の健全性についてこう評価したりとか、まあ、健全性以外の部分についてもですね、いろいろとアドバイスをくれる画面があります。はい、で今回はまあテスト環境を使用しておりますので、実際にこの私の使っております V3 で、まあ、いくつかのエラーとか、まあ、警告も出ていたりしますけれども、はい、まあ、特にこのあたりとかそうですね、 NVMe Device is VMware Certified というのがビックリマークついているのは、VMware が認定を受けているハードウェアではないものを使っていますよというものなので、まあ、本番の環境でこういうのがね出てしまうのは良くなかったりしますけれども、今回私は仮想的なラボ、実際のハードじゃないところで分散を V3 をですね組むというのをやってますので、まあ、これは私の環境に関して言うと起こるべくして起きているものですね。はい、まあ、皆さんの環境でももしかすると違った内容で、まあ、これは全然無視できるやつだなというのがあるかもしれませんので、そういうものについてはまあこのサイレンスアラートというのをクリックしていただければ、はい、このアラートをですね、まあ、消していただくことができます。はい、なので、まあ、一つ一つご確認をいただきまして、まあ、ここで今うちではねこれが起きているんだと、はい、いうのはチェックもできますね。でヘルスファインディングスの箇所で、あとはまあヘルシーという箇所行っていただきますと、まあ、これはまあ健全ですよといった項目がねこれだけありますというので、はい、チェックもできます。はい、ですので、まあ、ここでヘルシーの箇所ですと、まあ、今問題がないものが見れますし、インフォですと、まあ、情報レベルということで、はい、まあ、これは健全性を直接見るものではなくて、まあ、こういった情報がございますというものですね。はい、まあ、このような形で、はい、表示をされます。で V3 長く使ってる方からすると、ちょっとこちらのビューはですね、あれこんな見た目だったかなというふうに思うかもしれないんですけれども、まあ、VSphere および V3 のバージョンが上がると結構まあこのページの見た目変わることが多いです。でここ今タイルベースでの表示になってるのをこうクリックしていただくとリストの表示かなできますので、はい、まあ、好みの方でご覧いただくという感じですね。まあ、使用しておりますモニターの解像度等によっても、まあ、ちょっと見やすさっていうのはだいぶ変わってくると思いますので、どっちじゃないとダメってことはないんですけど、はい、見やすい方で確認をねしてあげてください。で、あと最後、まあ、リテストっていうのがあるんですけれども、まあ、こちらクリックすると、まあ、ここの時間というのが
今のね時間になりますので、今これが2時58分に最後チェックされましたというものですけど、まあ、今ここは3時2分ですね、経ってますんで、ちょっとクリックしてみます。はい、まあ、スカイラインヘルスっていうこちらの画面で異常を確認した後に、まあ、改善のためのアクションをねされる運用者さんも多いと思うんですけど、自分がその改善のために行ったアクションが、まあ、ちゃんと反映ねされたか、その結果 V さんの健全性は評価変わるかなというみたいな時にはアクションした後にリテストですね。はい、まあ、今回ちょっと私は何もねしてないんですけれども、はい、まあ、こういう使い方がありますと。はい、まあ、まだちょっとこれは組み立ての V さんということもありまして、いろいろバックで、こう初期のねチェックとかをこうしているところになりますので、さっきの表示が少々変わるんですけれども、試しに全ての、まあ、アラートが仮に解決したらどういう表示になるかっていうのをお見せしようかなと思います。はい、まあ、今回はテスト環境ということですのでね、一旦全てのアラートについてはサイレンスをさせていただきます。はい、まあ、もちろん本番の環境ではちゃんとですね適切に確認をしてから、こういったものについては、はい、対象必要なものをしてあげてください。一旦ここに表示されているものにつきましても、リセットとグリーンをねしておきます。はい、でアラートがすべて消えますと、こちらの赤い、マークも消えますのでね、まあ、正常な状態というのが、まあ、このような表示ですね。はい、ですので、まあ、普段はこちらの状態を保っていただいて、はい、マオリシウもノーアイテムという形になりますし、スカイラインヘルスも、まあ、極めて健全ですね。はい、以上となります。で一応繰り返しになります。今回私はハンズオンラボという、まあ、この本番環境じゃないテスト用のラボを使ってますので、サイレンスっていうのを、まあ、対応しましたけれども、もちろん本番の運用環境では必要に応じてお使いいただくものになりますので、サイレンスをね押せば何でもね解決するというわけではありませんので、一個一個内容をご覧いただいて、サイレンスが適しているのか、あるいは何かハードの交換とかソフトのアップデートとか内容をご覧いただいて、必要なアクションをするようにしてください。はい、ではこの動画は以上といたします。